かわいいサンタクロースの飾りでクリスマスムードが漂っているのは大分市内の青果店です。2週間ほど前から冬の花の本格的な仕入れが始まりました。クリスマスを彩るポインセチア、定番の赤はもちろん、こちらには青やオレンジといった珍しい色のものが並んでいます。カラフルで華やかなポインセチアはクリスマス用の店舗の飾りなどとして求める人が多いということです。色がついているのは花びらではなく額の部分で、白いポインセチアに着色しているそうです。お部屋に飾ってクリスマス気分をたくさん贅沢に味わってほしいと思います。ポインセチアを栽培している楠町の農家でも出荷作業がピークを迎えています。うちの生産しているポインセチアはこのピンク色、鮮やかなピンク色が特徴になっています。こちらではプリンセスとポインセチアをかけてプリンセチアという名前の品種を栽培しています。ハウスで直売するほか、九州各県の市場に向けて今月末までに合わせて5000鉢ほどを出荷する見込みです。クリスマスケーキに欠かせないものといえばいちご。こちらは県産ブランドのベリーツです。今月28日の旬入り宣言式を前に、中津市の農家では収穫が始まっています。今年も香りよく甘みと酸味のバランスが取れた非常にいい出来だそうです。ベリーツの特徴としてはですね、香りがやっぱりこう華やかな感じがしてですね、色合いもすごく赤くて、美味しく食べられる品種だと思ってます。今シーズンは県内全体で1450トンほどの出荷が見込まれています。聖なる夜にちなんだ名前の果物も、大分オリジナル品種の梨、ホーリです。今朝大分市で初競り式が開かれました。クリスマスや年末の贈り物としても味わってほしいと、毎年11月下旬頃に初競りを行っています。収穫後およそ2ヶ月間冷蔵庫で寝かせることで糖度を高めるのだそうです。初競りでは5キロ1箱で5万円と過去最高の価格がつけられたということです。こたつかストーブの前でも、見て食べていただいて、氷独特の濃厚な糖度と、このジューシーさを味わっていただけたら。クリスマスまであと1ヶ月余り。クリスマス気分を味わいながら当日を待ちたいですね。